はい、こんにちは。まえちゃんねるまえはらです。はい、今日はこちらですね。うん、今回ってるやつです、うん。カーズのトミカですね。うん、はい、それを購入しました。うん、まずこれ、フランシスコ・ベルヌイ、うん、ルイジ、うん、ルイジ。そしてメーターだね。これがライトニング・マッキンのレッドメタリックバージョン。うん、これ最近出たみたい。うん、あとグイドだね、うん、グイド、はい、この5つのカーズのトミカを購入しましたね、うん、ではまずどうしようか、何から開けていこうか、うん、まずマックインから開けていきましょうか、うん、いただきましょう、うん、おお、タイヤがトミカっぽくない、タイヤそうトミカっぽいけどえ、でも普通のタイヤみたいだよ。はい、こちらがマックインだね、メタリックバージョン、うん、かっこいいじゃん、うん、ピストンカップって書いてある、うん、うん、あのピストンカップってことは、あのカーズ1の最後の時だ。そうだね、そうだね、カーズ1ですね、うん、いろいろステッカーが入ってるね、うん、ここにはワールドグランプリって書いてある、ここに、うん、お、え、ユートリドルじゃん、青白黄色ってあるユートリドルだね、うん、そうだね、はい、では次メーター行きましょうか、うん、メーターでっかいね、箱がなんか、そうだね、まあメーターはね、あの後ろクレーンついてるから、おお、いいな、いいじゃん、ほら元のカラーの水色残ってるよ、うん、へえ、錆びた感じもいい感じだね、うん、嘘じゃないよはい、こちらですね、うん、いいね、うん、いい、クレーンは動くじゃん、そうだね、ここはちょっと軟質パーツになってんだな、これでもあんまり入れすぎると折れちゃいそうだな、折れて取れちゃう、おっと大丈夫、ごめんごめんこんな感じ、ちゃんとこう水色になってるね、うん、いい感じです、うん、どうしようどうしようどうしよう、じゃあ次はフランシスコ・ベルヌイ開けますよ、はい、おお、かっこいい、これはかっこいい、フランシスコ・ベルヌイ F1 か、そうだね、本物みたいだね、 F1 っぽいね、うん、ああ、やっぱりここもやっぱり色あ、そうだ、これワールドグランプリってことは、このマックインもあれだね、ワールドグランプリってあの数2の方だね、あ、うん、2の方だよこれ、っていうことはこれとこれでレースできるわけだ、あ、うん、こちらがフランシスコ・ベルヌイですね、うん、ちゃんとあのイタリアカラーになってていい感じですね、かっこいいよ、うーん、タイヤはスリックタイヤですね、だからダートコースとかすごい弱いんだよね、うん、砂のコースとかね、うん、スピンしちゃう、この車はね、うん、はい、マックインみたいなレースカーは砂のところも走れるんだよね、そうだね、次ルイジ行きますね、うん、このラジエータースプリングスのタイヤ屋さんだよね、ルイジってね、うんうん、グリドも同じタイヤ屋さんのルイジの中身だね、おー、うん、あ、いいね、うん、やっぱりあの体がちょっと短いね、短い、でもちゃんとね、あのメタリックっていうか、うん、あの金属でできてるから、うん、トミカだよ、うん、いいね、かわいい、ちっちゃくて、こういうタイプ初めてだね、うん、これ手のひらサイズっぽいね、そうだね、手のひらサイズだねこれね、うん、かわいいわ、うん、へえ、実際これおっちゃんなんだけどね、イタリア人のね、うん、これ髪の毛ついてるもんね、うん、髪の毛ヒゲとかないの、あ、ヒゲはないんだ、ヒゲこれだよ、これが一応ヒゲなのか、このエンブレムみたいなのは、うん、そうか、はい、最後にグイドですね、うん、これも、ルイジのお店の、助手みたいな感じだね、うん、この子は喋んないんだよね、うん、あははは、すごい、あ、かわいい、かわいい、初めてこのタイプのトミカ買ったけど、かわいいね、うん、このグイドさ、あの、ほんと、ルイジよりさ、うん、手のひらサイズだね、こう一緒に並べるとやっぱいいんじゃない、あ、そうだね、うん、この2人だよね、うん、いつも一緒にいるんだよね、うん、こいつがタイヤ交換してくれるわけだ、うん、タイヤ交換してくれるんだよねちなみにプレーンズにもこういうのいたよね、うん、あの名前は知ったの、なんだっけな、うん、ドッティかな、あ、ドッティとか言ったよね、そうだね、ドッティ、こんなタイプだったよね、うん、うん、うわ、やばい、これはかっこいい、本当だ、かっこいい、かっこいい、うわ、ただ回してるだけなのに、うん、あー、これはいかん、うん、最近この回転台にはまっちゃってるよね、うん、なんかこれで撮るのがすごい楽しい、マックイン超すごい、キラキラだね、うん、みんなキラキラだわ、うん、あ、これはいいですね、うん、そんなに、あの普通に見るとそんなにチャチャじゃないの、カメラで見るとすっごいチャチャじゃない、そうだね、照明と、あとこの、うん、
回転台がさ鏡になってっからさ、いろいろ顔光反射していい感じだね。で最後にこの前購入したトミカシステム の, あのジャンプ台の道路、あれちょっと走らせてみようか。はい、ではやってみましょうか。コース持ってきたね、パパの部屋に。まずじゃあマックインからやってみましょうか。はい、じゃあまずマックインから発射してみましょうか。あ、やっぱちょっとつっかえるね、ここがね。まあでもちゃんといけるな。じゃあ次はフランシスコ・ベルヌール行ってください。はい、あしょうがない、ノーズね。おお、いける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 、いいね。よし、次メーターだ。メーターがちょっと一番難しいかな。大丈夫かな。え、大丈夫か。ちっちゃいじゃん。いけるいける。おー、いけるいける。お、スムーズだった。メータースムーズ。うん、よし、次はルイージ行きましょう。脱線しやすいよね、多分。おお、あー、やっぱね。ちょっとこっちで転倒しちゃったかな。うん、やっぱ、うん、ちっちゃいからね。うん、で最後グイド、グイド、グイドがいて、ああー、ここ乗っててみたいになってる。ね、はいはい、あ、出てました。あー、やっぱね。転倒しちゃった。大きいやつやなっちゃ無理なんで。そうだね。はい、じゃあやってみてください。せーの。この時点でグイド転倒。せーの。グイド落ちた。グイドほどちっちゃいって無理なのか。うん、おい、大丈夫だね、これは問題ないね。はい、問題ない。あ、落ちない。はい、問題ない。ルイジ、あー、やっぱ、あー、ちょっと箱を壊れたな。うん、はい、ということで今回はカーズのトミカでした。